ボートレース小島、令和最初のビーナーシリーズは第2戦第9回クラリスカップ、ついに頂上決戦となりました。第12レースは優勝戦です。1号艇には若狭奈美子、2号艇には平高奈奈、3号艇樋口ゆかり、4号艇森谷美穂、5号艇今井美也、6号艇原田由美、以上6選手が対戦するビーナーシリーズ第2戦のファイナル、第12レース優勝戦です。1、2、3、4、5、6の枠なりとなっていきます。2日目後半からの5連勝を含むシリーズ7勝、デビュー初 VA 最大のチャンス到来は絶好枠番1号艇地元の若狭奈美子。2コース今節の平均スタートタイムがコンマ1で最後も強気に攻めます。2号艇の平高奈々、センター3コース予選道中未勝利も昨日5日目連勝で勢いがあります。3号艇地元の樋口ゆかり、4コース引っ張るか、昨日の陣営悔しい2着だからこそリベンジに燃えます。4号艇地元の森谷美穂、5コース今シリーズも攻めて攻めて攻めまくった5号艇の今井美也、サイアウト6コース昨日の陣営3着も突きはあります。前回に続いて小島連続輸出6号艇原田由美、進入スタイルは3対3の枠なりとなりました。スタートまで残り10秒です。第12レース優勝戦、 A コースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。アウトリテ、コースアウト、5号艇の今井と6号艇原田、一緒の1枠。しかし簡単に伸び返す1号艇の若狭が逃げる。マクロは3号艇の樋口、切り込んで4号艇マリアと2号艇平高、6号艇5号艇と旋回です。あっさりと押し切った先頭1号艇地元若狭奈美子、2番手仕掛けた3号艇の樋口、3番手の線は2号艇6号艇4号艇、さて接戦で一緒にコーナーの旋回優勝戦スタートは正常。早くもぶっちぎった1号艇の若狭、2番手は3号艇の樋口、握った2号艇の平高が流れた。打ちついた4号艇の森谷、6号艇の原田が旋回ですが、先頭は1号艇若狭文句なし、2番手は3号艇の樋口、3番手に6号艇4号艇2号艇びっしり並んで、レースは2周目の1コーラ、焦点は3番手6号艇の原田が先手を取る。4号艇行き場を失ったのは森谷、切り込んでは2号艇平高で向こう斜面で折り返すも、3番手は6号艇の原田由美、上田明は1番3番6番、その後方2号艇平高、4号艇の森谷、最後方は5号艇の岩井、レースは2周にマクロ旋回です。先頭は1番人気1号艇の若狭奈美子、2番手は3号艇の樋口ゆかり、3番手が6号艇の原田由美、上代系は1番3番6番で、レースはこれから3周目と移っていきます。1コースから一定進路タイミングしっかりと押し切りました1号艇地元の若狭奈美子。デビューして13年半、今日までちょっと時間はかかりましたが、これまで一歩一歩地道に積み重ねてきた経験値を生かして、地元としてシリーズリーダーとして、そして選手代表としてさまざまなプレッシャーに打ち勝って、ついに掴むデビュー初優勝。先頭1号艇地元の若狭奈美子、2番手は3号艇樋口、3番で続くは6号艇原田、上田系は1番3番6番で、まもなくゴールインとなります。先頭1番です若狭奈美子、デビュー初優勝のゴールイン。2着は3番樋口、3着6番の原田ゴール、4番森谷、2番の平高、ラストは5番の今井がゴール。なお2連単13の組み合わせ 5.7 倍、3連単136 57.6 倍です。以上小島第12レースでした。第12レースの確定です。1着1番、2着3番、3着6番、以上でございました。